際ですね、うん、中国のトップ選手の映像をビデオで撮って、うん、でそれを高速度カメラで撮ったものを、うん、どれぐらいの回転をしているのか、リーシャオシャオ選手、リーシャオシャオ選手、リーシャオシャオ知ってるね、はい、はい、当たりました、やったことあった回転がすごい、すごいリーシャオシャオ、うん、こんなボール来ない嘘嘘だった今、はい、はい、はい、おはい、え、はい、早い、はい、おー、いいなー、はい、当てるだけで大変だよ、はい、おー、はい、さすがだ、慣れてきたらほら、はい、みんな返せるすごい、はい、おー、はい、今リーシャオシャオです、次は次は男子のトップ選手のオリンピックチャンピオンのチャンジケ選手という聞いたことないちょっと時間がかかります、関口さん代わりに、いやいやとんでもないとんでもねえよ、代わりにお願いします、バカなこと言ってないいやいややってないよちょっと出すね、来るもう家が、はい、回転がそんな気がした、すごい回転ボール出るんですか、出ます、もっと上げましょうか、うん、すごい回転のボール見せてくださいカットボールの方がいいですか、そうカットボール、カットボールがあのカットマンのボールカットマンで出せます、ジェンソンマンのカット出るよ、ああ。やってみる、ジェンソンマン、北朝鮮のカットマン、あ、そう。男子です、男子めっちゃ強いですか、はい、ちょっと待って、逆回転になります、逆回転、今のはトップスピンといって、うん、全身回転だったのが、うん、今度逆の回転になるそうです、あ、だから難しいんですよ、こういう回転してきてるの、はい、そうです、それをどうするの、それを、今度は、うん、はい、いきます、あ、めっちゃかかってる、あ、難しいんだ、これが男子の世界のトップの選手のバックスピンカットのボールです、このスピードなら我々でも当たるかも、おっと、はい、おっと当たると思います、いきますよ、すごい回転、はい、行きます、はい、すごいんだ、当たるに当たる、当たる、このスピードならでもどう出ていいか分かんないけど、あ、いや、それか、はい、上げます、相当球がこう曲がってくね、テレビだと分かんないんだよな、これは、あ、すごいギリギリのところで超えていくんですね、曲がる、ほらだ、おうまいね、いいよ、続けてる、石川選手のサーブを見ていた関口さん、思わずちょっとやってみようよ、せっかく絶対受けられないよ、無謀にも挑戦してみることに、あ、はい、あ、ここ狙っていくんだな、はい足が出てません、全然、全然何にも出ない、石川選手のサーブは大きく弧を描きながら台の隅へ、見事なコントロールです、あて、この辺だったな、まず当てる、当てる、はい、あ早いね、早いですね、続いてのサーブも速い打球ながらより弧を描いて台へ、関口さんかすりもしません、速い、テレビで見てるとなかなか分かんないんだよな、これわざとじゃないですよ、ラケットが出た時はボールが行っちゃってました、よし、もう一回お願いします、消え、こっちに、はっ、失礼しました、失礼しました、いや本当にこれ、ありがとう、ありがとう、頑張ってね、頑張ってね、頑張ってね、はい、頑張ってね、はいはい、ありがとう。